にいる全ての者の府に通達する。これよりこの地に第一次防衛線を築く。港に侵攻する全ての敵を排除し、鬼の存在は世に知れた。もはや我らが身を隠す理由はない。人目を気にせず鬼を撃て。了解。たちもののふだけだ。無駄死には許さん。一匹でも多く鬼を撃て。本部より特務隊千里眼による索敵を開始。街路に多数のガキを確認、選別し進路を確保せよ。鬼の死骸は正気の苗床になる。捨ておくな。鬼払いで片付けろ。化け物、あんたら一体。あの化け物は誰でもいい、助けてくれ。登山の兵士か。今は助けられない。相手にするな。ガキの殲滅を確認。いいぞ、そのまま港まで制圧せよ。使用を推奨。御霊の力を借りて鬼を撃て。部位破壊しなければ致命傷は与えられない。一点に集中攻撃して部位破壊せよ。
戦果だ。敵の撃破を確認。見事だ。全隊員に緊急通達。象の鼻付近に強大な鬼が出現した。対象を神羅号と呼称する。総力を挙げてこれを排除しろ。聞いたな、象の鼻に急行せよ。神羅号と攻勢を開始。全隊員援護せよ。間もなく味方が到着する。それまで持ちこたえよ。大型の鬼は生命力を内に隠している。V 破壊して敵の本体を引きずり出せ。鬼ちぎりの使用を推奨。一気に敵部位を破壊し攻勢をかける。どうした？何があった？軍師クヨ、いつの間にそんな前線に。何の不思議がある？戦場で兵を指揮するのが私の役目だ。神羅号はどうした？この場から消えた。下船な。圧倒的優位な状況でなぜ。警戒を怠るな。いずれにしろ港は押さえた。ここを拠点に鬼を迎え撃つ。念話館、味方の…は、霊山の本体が小田原から北上中。間もなく横浜に到着すると思われます。よし、本体の到着まで全員準備はいいな。数限りない。地平線を埋め尽くす北の地はすでに落ちた。ここでやったとえどんな犠牲を払っても。なんだあれは。なんだこいつ。おい博士、妙な奴が倒れてるぜ。ん、帰るぞ。そいつはお前がおぶってやれ。俺かよ。たく、面倒ごとばっか押し付けやがって、うん、
おや、あなた様は。失礼、あまりお見かけしないお方でしたので。本日はどちらから？横浜？随分と遠い地でございます。ここはまほろばの里。横、長い長い旅をしてこられたとお見受けし、見ての通りここは茶屋。私はクオン。この地で御霊の御子を務めています。どうぞお見知りおきください。よう、目覚めたか。体の調子はどうだ？あいにくこれでも立派な人間だ。森に倒れてたのを俺様が運んでやったんだ。感謝。お前、名前は？俺は時継だ。よろしくな。博士がお前に用があるらしい。後で会いに行ってみな。丘の上のへんてこな建物に住んでるやつだ。あれでも医者でな、お前を解放した。取って食われねえように気をつけろよ。